スモモ先端ね、だいたい 2,3 本こうビュービュービューってこう伸びてたりとかするんだけど、うん、ソルダ向けに関してはやっぱね、他のところから枝が伸びないから、俗に言うハサミ枝、うん、同じところから、同年子が、1本2本って先端、残してハサミみたいにしちゃうっていう、そういう残し方でもまあ全然ありだと思ってるから。でもこの場合はね、1本しかないから、じゃあこれ先端にしようと。でどれぐらい切り詰めるか、スモモの場合はもう全部枝全部切り詰めるってことをしないと枝が伸びてこないから、ソルダムに関してはもう2分の1でもいいかな。半分？半分ぐらい。うん？ 3 分の1から半分？そうそうそう、うんぐらい。とりあえず品種関係なく、とりあえず3分の1って覚えてたら、まあまあ大丈夫かなって、うん、一応本当はね、枝の伸び具合だったりとか、あと品種によってその切り詰める長さって短くしないと考えないといけない、うん、だけどそんなのちょっとよくわかんないなっていう人は、伸びた枝のこの3分の1だけ切れば、まあ間違いないかなっていう。じゃあこの場合も3分の1で切ろうね。で先端をね、外目、こう目がね、こっち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 であちこちついてて、うん、で大概の人ってね、やっぱこう外目で空側じゃない方から出てる目、うん、これを一番センターにしてあげると、まあ、スムーズにまたこうグイーンってこう伸びやすいよってこう言われるんだけど、僕の経験上スモモに関してはそれもいらない、うん、外目内目も関係なく、もうとりあえず長さバシって切っちゃってもらえれば、もうそれで問題ないって思うから、本当芯の概念考えなくていいと思ってる。でまあ先端3分の1切り詰めましたと、うん、で、その他こういうね伸びてる枝とかあるけど、ひとまず詰めます。3分の1とかで、ね、伸びるように、うん、とりあえず伸びるように。枝自体がね全然伸びないからさ、切りましたと。で今度この枝ね、この枝もさあね、こんだけ伸びてるんだけど、うん、これを、3分の1の分だけ、切り詰めますと、ね、こうやって切ってあげたらどういう風に伸びるかって言ったら、またここからね 1,2,3 本とかそれぐらい伸びて、であとはねこういう風な加速状態化し、うん、枝が全然伸びませんよっていう、そういう状態になっちゃうんだよね、このソルダム系はね。ソルダム系以外だったらね、こういうところからもこう伸びたりしてくれるからいいんだけど、はい。でお次これ、よいしょ、この枝もそうだね、よいしょ、先端1本にしようかなって思ったんだけど、ここにねこういう枝があって2本あるって、でこっち側に向いてるから、作業者がこう収穫しやすい位置に枝があるから、うん、だからこの2本ちょっと残そうかなって思う。で、またこういうね枝も改めて、切り詰めます。伸びてもらおうってことでね、3分の1分ぐらい切ってあげて、でこれはね、あれこれ先端1本にしなくていいのっていう、そういう話になるかもしれないんだけど、もう収穫するための枝だから、もう全然これはもう取って取ってなんぼというか、とりあえず取れればいいっていう枝だから、もうセオリー関係なく今切りました。あとはそうね、この枝先端伸びてて、でここにもねちょんちょんってちょこっとだけ伸びてる、もうこういう枝はねソルダム系だったらもう絶対大切にしたいから、絶対伸ばしたい、だから絶対こう切り詰めるってことをしときたいなって思うし、でこの上側にもこう出てるさね枝、もうソルダム系でこう伸びてる枝っていうのはもう絶対大切にしようと、ここでねまた先端をこっちに戻そうっていう時にこういう枝があった方が絶対いいから、だからソルダム系でこう伸びてる枝っていうのはもう絶対もう切り詰めてあげるっていう、そういうことをしてあげると。でじゃあ先端どうするかって言ったら、もう先端ももちろんちょっと強めに切り詰めます、3分の1とか、うん、これでまた枝が伸びてくることをちょっと期待する、うん、で今ねちょっと今まで言い忘れちゃったけど、こう加速状態化し、ね、ちょこちょこっとしかこう伸びてない
ふわってなってるみたいな。そうこれもね、あの先端をこう先刈りって言って、ちょっとね、あの刺激加えてあげると、あの伸びてくるからね、これもあの伸びる可能性がある。結構あのこれをね、全部こういう加速錠を詰めてあげると、あの伸びたりとかするんだけど、伸びる可能性があったりするんだけど、これ全部やってるとちょっとしんどいから、うんうんうん、気が向いた時っていうか、伸ばしたいなっていうところだけちょんちょんとね、先刈りちょんちょんちょんってね、よいしょ、してあげる、刺激を加えてあげると良かったりとかするね、ぐらいかな。であとはそうね、この辺切ってみる。ちょっとこれを切るんだけど、この枝ちょっと変な風にこっち側に向いちゃってるから、うん、これちょっと間引いちゃう。内側向いてた、ね、そう内側向いてた、変な方向向いてたから、それはねちょっと切っちゃった。これだよね、大きいの。うん、まあこの辺もね、そのままあのいい感じに伸ばしていってもらいたいから、うん、まあこれ、まあ、基本全部伸びてる枝っていうのは3分の1で切り詰めますって、とにかくそうしてもらえればいいかなって思うよ。ちょっとね、そっち側も切りたいんだけど、あの、うん、手届かないから。3分の1 あ、そうそれぐらい、うん、うん、そう、それぐらいでね、切れたらなって思ってさ。ちょっとひとまずじゃあこの辺終わりにして、この辺ちょっと切るね。あんまりじゃあいっぱいは切らないの。うん、そうだね、あの間引くっていうのはさっきのこぎりでガサってやったからまあまあいいんだけど、なんだ、ほんとソルダム、もうソルダム系ってもう見ての通り、ほんとこう伸びてる枝っていうのはもう全然ないからさ、うん、だから逆に言うとそこまで切らない、あの切る枝がないっていう感じなんだよね。実、うん、なくなっちゃうね。え、いやほんとよ、あの実つける枝っていうのは伸びた枝にしかつかないからさ、だからほんとはこういう伸びた枝っていうのがたくさん欲しい、うん、でこういう枝たくさん欲しい、どうしたらいいってなったらやっぱ強めに切るんだよね。強めに切ってあげて、でどんどんこう伸びてもらわないと困るから。だから例えばさ、この例だとこれね、先端の方は全然伸びてないでしょ、はい、先端の方伸びてなくて途中からこう枝伸びてるさね。でできれば先端の方をね、こう伸びてる枝を先端にした方がやっぱいいから、こういう場合は先端をこっちにしてあげる。どうするかって言ったら、ここで切ってあげる。うん、だから今切るよ。はい、パシッと。こうすると、ね、あの、これが今度先端に変わったと。うん、で、こういうふうにこう戻してあげたら、もうこれもね、もう例外なく詰めます。パシッと。だからこう、戻して詰める。戻して詰めるって、これ結構強い剪定だと思うんだけど、うん、そのものの場合はね、結構こういう切り方、してっても大丈夫っていうか、やってた方がいいと思う。うん、で、まあ、この辺もまあ、あとやっちゃうね。ね、何もない。加速状で、あ、ここ、ぴょんってあるなって。で、先端は伸びてる枝、ないなって。思ったら、これね、真上になってるけど、これ真上を先端にする。こうやって。で、詰める。ね、普通こんな真上にね、こんな。うんうん、枝置かないけど、うん、でもこれぐらいしても全然それでも問題ないから、うん、これでついてまたねグオーンってこう下がったりとかしてくから、これ問題ない。そう、こんな感じでやっ、まあ、ここにねちょっと枝があったからそういう説明したけど、またこの流れでちょっとこの辺切ってくね。どうしよう、これ重なってるからこっち線、こっちを残そうかな。重なってるから切る。で、先端どうしようね。これにしようかな。これにして。長いから？そう長いし、あのこれはね、内向し気味、うんうんうん、だからこれ先端にして、まあ、詰める。でこれ間引いちゃう。ちょっと強くなるかもしれないから。うん、でこういう風にさ全部。加速状になっちゃってるパターンもあるんだよね、うん、それでも消えだから。でこういう場合どうしたらいいかって言ったら、全然伸びてる枝
ないどうしようって思ったらね、あの加速状の目のところで先端を切っちゃってもらって大丈夫、うん、こうするとあのおそらくこの、ね、先端からこう伸びたりとか、うん、まあ、どこかしらこう伸びる可能性があるから、もうこういうふうにあの全部加速状ってなっちゃったら、もう途中でバサッとちょっと乱暴な切り方だとおっしゃって、それは問題ないです、うん、この辺切っていい？はい、どれ先端にしようかな、ややこしいな、うん、ね、なんかいろいろバー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 出てるけど、説明するとね、これが一番先端でこっち側にいい感じでの向きで伸びてるから、今これ先端にしようかな、うんうん、で、この枝はね、ちょっと内向し気味になっちゃってるから、まずこれ抜いちゃう。はい、で残った枝で、まあ、本来だったらやっぱこれとこれね同じ太さだから競合しちゃってってなるんだけど、うん、それだも系だから全然残しちゃう、枝の数が少なくなっちゃうし、うん、でここ見える？はい、ここさ先端から1、2って出てるさね、うん、でもう同じことを繰り返し言うけど、先端は1本にするっていうのがまあセオリーなんだけど、うん、ソルダム系の場合はこういうふうに2本残しとく、うんうん、よし、こっちやって先端やって、こっちもこうやって切ってハサミにしちゃう、ハサミ枝、うん、本当はねこういう切り方良くないんだけど、そもそも枝がないから、もうこういう切り方でやっちゃってるね。スモモ農家さんの小林さんももう積極的にねこういうハサミ枝っていうのを作ってやってるんだよね、うんうんうん、でもうずっとね永遠にねこの部分でこう伸ばすっていう、ちょっとこれ特殊な切り方があるんだけど、うん、そう、これ、うん、そういう意味合いでもねハサミで残す。で、はい、こっちに伸びてる枝も、はい、詰める、伸びてる枝も全部詰める、で加速状全部加速状になってる、どうしよう、じゃあ半分ぐらいでも切っちゃう、うん、でまたどっか伸びるでしょうっていう、はい、こんな感じ。この辺じゃこれに沿って切ろうと思うけど、なんかこの辺もうごちゃっとしちゃってるじゃんね、重なっちゃってて、向こうから来てる枝とあとあっちの方から来てる枝でこうごちゃっとしてて、うん、できればそう重なってたらまあコンパクトにしたいっていうことで、コンパクトにできるかなって見た時に、まあ、ここにねこう伸びてる枝があるから、じゃあこれ先端にしようと、うん、まあ、ここで、はい、戻したら、で先端切り詰める、はい、こっちの方をコンパクトにしないかってそういうことも思うかもしれないけど、これね向こう側にそういう伸びてる枝がないんだよね、ビヨンって、そうそうそう、全部加速状になっちゃってるから、うん、ちょっとねさっきみたいな細ささっきみたいな細い枝で全部加速状だったら真ん中でバシッと切っちゃっても、うん、まあいいかなって思うんだけど、太さだとちょっとなって思うから、後で辺ちょっと加速状単化し先刈りちゃんちょんちょんちょんってやって、うん、でそこから伸びてきた枝をまた生かして、でそれを先端にね慣れたらいいなって思うから、そういう風にしようかなって思う。はい、でこの辺ちょっとごちゃごちゃしてて、うん、ちょっと整理します。重なってるような枝、まあこれ重な下でね上にこう実がついた時にここに当たって邪魔しそうだから、はい、下抜きます。でそうだね、あ、これさっき剪定した枝だね、ここさっき剪定した枝で、はい、これも、はい、伸びてる枝はもう詰める、はい、この辺、はい、伸びてる枝は詰める、これね全部加速状だけど、加速状でねこの辺で切っちゃってもいいし、もうちょっとこの辺ねこう枝があってちょっとゴミゴミしてるから、これは元から間引いちゃう。でこの枝、さっきの枝よりもこっちの方が短いから、これはちょっと残しとこうかなと。で全部加速状だから、まあ3分の1なり2分の1なりこの辺で切っちゃう。この枝、これ将来こうぐーっとこう垂れ下がってきた時に、うん、今度これをね先端にしようかなっていう、そういう枝だからこれは絶対取っておきたい、うんうん、でこれひとまずもう何が何でもどうしようか、ちょっと強めに切っとこうね。先端ここにねこれなんだけど、うん、本当3ミリしか伸びてない、2、3ミリ、そうそうそう、
しか伸びてなくて、うん、あ、ごめん、これ秋伸びしてるね。秋伸び、うん、普通春先5月ぐらいにこうぐーっとこう伸びて、うん、で大体そこで終わるんだけど、どうだろう、9月とかなんか8月9月、そう、その辺でまた栄養があると伸びちゃうんだよね、多分それだと思うんだけど。今ここ伸びてる枝っていうのは、新しく伸びた枝っていうのはこれとここの部分と、あとこっからここの部分、でこっからここの部分を、3分の1に切り詰めてこのまま先端にしといて、でこっちもね、あの実をならせる枝として3分の1で切り詰めてこう生かしていくっていう方法もあるんだけど、ちょっとさっき言ったけど、この全体のね、この枝が垂れ下がってきた時にこっちを先端に変えたいから、変えるための枝として残しておきたいから、だからちょっとね、強い枝をね吹かせておきたい、ってなったら、強い剪定って、たくさん切る、芽の数をたくさん落とすっていう剪定だから、この辺にある芽、ね、まあ、ガサッとまず切っちゃう、先端こっちに、ね、変えてあげて、でこっちもさらにこんな感じで、切り詰めちゃう。こうするとまたここがフューって伸びていい感じになるかなと、これも絶対ね、エンジェルってね結構玉張るからさ、もうこんな何80度ぐらいこう立てて、これなんてもう反り返ってるさね、こっち側に。だけどこれ身につくともう絶対ねこうなるから、こんぐらい下がって、でちょうどいい具合になるから、本当それもう同じことが言うけど、それら向きはもうありありでもう十分だからね、上に上に荒れちゃって、出ないとあっという間にこうピュンってこうね下がっちゃうっていうか、しょんぼりした木になっちゃうから。でこの辺、今度この辺切ろうと思うんだけど、これもあんま伸びてないね、あそこがちょっと伸びてるぐらいで、他全部加速状だから、それだったら、なんか無難にちょっと強めに切っとこうかな。この辺ちょっとね、もう元気ない枝だから、椅子のことここ塊ガサッと落としちゃって、うん、で、はい、この辺もちょっとこんな感じで切り詰めたんで、これもねこの辺で切っちゃおうかな、真ん中ぐらいで。これちょっと映像だと分かんないかもしれないけど、この枝はね、この枝よりも絶対こっちの方が強くなる、ね、枝自体も太いし、で根元側にから伸びてる、こっちよりもこっちの方が根元側っていうかさ、から伸びてる枝だし、でしかも内向子側だから絶対こっちの方が強くなって、なんだろう、本当気にする人はね、多分この枝残さずにこっちだけっていう風にすると思うんだけど、でもこんぐらい本当可愛いもんで、内向子とかそんなこと考えなくて、この辺はもう問題ない。ぐーってねこう伸びてる枝だったらちょっと気にしちゃうけどね、加速状単価しだし、まあ、もしくはねこれが強い枝になってこっち側からね伸びてきたら、あ、じゃあ今度そっちにね切り替えようっていう風に思える風になると思うし、それは問題ないです。よし、じゃあこの枝の塊ちょっと切っちゃおうね。先端から攻めていく、どこだ先端、これ本当はね、枝で言ったらもう本当の先端ってこいつ、こいつなんだよね、だけどもう見ての通りこっちの方がねグーって伸びてるし、グーって伸びてるしで、であんまりその芯の概念っていうのは考えなくていいから、とりあえずこう種子がこうね今こっち側にこうこっちそこに種子があるけど、グーッと来て、で種子に対してこう今度直角に90度こっちの方に、枝をこう持ってきたい、ある程度の太さの枝が来て、この枝にならせる枝っていうのをつけるっていうのがなんか一番ちょっと理想かなと思うんだけど、でもなかなかね現実そうはいかなかったりとかするから、とにかくこうかからないようにしていけたらなとは思ってて、どうしようかな。とりあえずソルガム系なんで、伸びてる枝大切にします、先端、はい、詰める、
詰める詰める。でこの枝とこの枝ね重なってて、個人的にはね出てる向きこれがいいなと思うんだけど、でもこっちの方にねこう伸びてる枝があるからこっちを残します、うん、よいしょでねこれ垂れ下がっちゃってきてるからここの先端じゃなくて違う先端にこう変えてやりようと、これにしようかな、これにしよう。でちょっとこれねあの近くて競合するから抜いてあげて、さあねこの辺ちょっと真上から出てる枝で本当はね見つけるにはちょっとどうかなっていう枝なんだけど、でもこれもね抜いちゃうと本当にこういうところから枝が全然なくなっちゃうからもうそのまま残しておきます。でこっち側、こっち側の枝なんだけど、本来だったらねなんかこれを先端にグーッとしちゃって、でこっちの方必要ないかなって思うんだけど、もう本当鳴らせるための枝として、うん、とりあえず鳴らしちゃおうっていう、もう樹形とか関係なくここ空間空いてるから鳴らしちゃおうってことで、ではい全部これ加速状炭化し、全然伸びてない枝ばっかりだから、まあ、3分の1や2分の1に途中でもう切っちゃって、またちょっとこの辺から伸びてきたらいいなっていう感じで、ね、でこれもこれね加速状炭化しバーって切れてるのをここら辺にちょっと伸びてる枝があるから、これを先端にしようかな、こんな感じで。そうね、ぐらいかな。加速状炭化してちょっとだけ切り詰める。で、これも、でもここに見つけた時にこれ邪魔になるから、これは、はい、切っちゃう。これ、はい、全部加速状炭化して伸びてる枝が欲しいから、もう途中で切り詰めちゃう。で、この枝。さあね、この枝、こう見た時に、まあ先端、この枝で、でも先端なんてねもうちょっとしか伸びてない、うん、ね、まあ元気がないってことでね、まあこれにしてもいいんだけどこの辺にしとこうかな。気持ちなんか向こうから伸びてる感じがあるから、うん、ねアゲアゲに枝作ってもらっていいんだけど、だけどねある程度やっぱ同じ方向、伸びてほしい方向にこうちょっと伸びてるから、これをやって、でこれはゆくゆくこう、こっちの枝に戻すための枝、うん、これ鳴らした時に絶対こうなるから、でこうなってね実を収穫した後も絶対こんな感じでもうなっちゃってるから、木の形がね、うん、そうなった時にここでまた切って、でこれがまた新たな先端になって次の春にねこう伸びた時にまたここからこう伸びていく、伸ばしていくっていう、うん、そういう枝にするから、はいこんな感じで、これとこれね、ここね先端多分ハサミにするしてもいいってことでこういうふうに前の人をここ残したと思うんだけど、うん、結構ここね4本こう出てくれてるから、うん、ちょっと4本だとちょっと多いかなって、それよりはちょっとまあ2本なり、まあ、せめて3本ぐらいにしときたいなって思うからちょっと間引きます。でじゃあどの枝がいらないかなって考えた時に、これはね、まあ、先端みたいな感じで枝残すから、これとちょっと邪魔になりそうな枝ってとこれなんだよね、うんうんうん、上から見ると分かるんだけど重なってる、ほぼほぼ上と下で重なっちゃってるから、まあ、これはねもう間引いちゃう、下から間引く、はい。であとここに加速状ばかりの枝が1つ2つ2本トントンってねこう左右に出てって、うん、これは両方とも残そうかな。で本当はねこう伸びてる枝が欲しいから、まあ、途中なりこんな感じでパシパシと切っちゃって、ではい加速状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 ばかりの枝、うん、もう本当ソルダム系はもう枝詰めないと、枝短くしないともう全部がこう加速状炭化種になっちゃうから、絶対枝という枝はもう詰める、短くしてあげるっていうのが大前提だね。うん、これでここの枝は完成だね。うん、でもし余裕がある人だったりとか、あとこの辺ね全然枝が全くない、うん、もう加速状炭化種でね全然伸びてないっていう枝で、もしこの辺にねなんかもっと枝欲しいなと思ったら、欲しいところの加速状炭化種ちょっと先刈りしてあげると伸びる可能性があるから、
こにねちょんちょんと先にこう刺激加えてあげると、あの伸びてくれることがあるから、これで、うん、完成っていう感じかな。はい、ここに関してはおしまいです。これやり残した。じゃあそのままちょっとこっちの方この辺をちょっと切っちゃおうね。先っちょを切るって言われた時に、うん、つぼみの ど真ん中切っちゃっていいのかなとか。あ、ちょっとじゃあクローズアップで見てみる。あ、こういう風にね、加速上端下芯がもう1ミリ毎年1ミリ分だけ伸びて新しい芽がつくっていう。だから毎年こんだけ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 ぐらいの、こういうのをね加速上端下芯って言うんだけど、これをあの先刈りしてあげるとこうピューってこう伸びてくれる可能性がやっぱあって、うん、でそういう場合あのどこを切るかっていったらもう、あのもうこんな感じでいい。つぼみの先端というか、つぼみは切っちゃって、うん、つぼみ切っちゃっていい。こうやってこんな感じでちょんちょんって、で、まあ、間違いなくこういうところでこう切ったやつってあの実はつかない、花が咲かないし、実はつかないんだけど、この先端ねちょんちょんって切ったその刺激でまたピューってこう伸びる可能性があるから、あの枝を伸ばしたいっていうことであればこういうふうに切ってあげるとよかったりする。あのね、そう本当にこう先端ちょんちょんって切って伸びるのかなって最初思ったんだけど、うん、あの伸びたってわけで、それをねちゃんとね僕証拠写真撮ったんだけど、その画像どっか行っちゃってね、伸びる可能性ありますんで。で加速上端下芯でもあのもっと切りやすいやつだと、例えばこれ、これ今までのやつよりもなんか3ミリぐらい伸びてるよね。うん、ね、これはさ本当1ミリだけちょこっとだけ伸びてあの芽がついてるって感じだけど、これはちょっと枝の部分があるさね、こう茶色い枝の部分が、うん、もうこういうものに関してはもう本当ね、ここ先にちょんって切ってあげれば、うん、ね、もうこれで多分この辺の芽がぐーっと伸びてくれるっていう。じゃあさっきのどこ行った、うん、これか、これ、うん、この子はこういうのって、うんうんうん、ちょっと残して切った方がいいってこと、こういうの。あ、そうね、あのそういう器用なことができればねなんかさ、こういう風にやっちゃうと伸びるとこないなと思って、うんうんうん、確かにね。でもこういう風に切ってもあの多分ね、この根元側のところからこう伸びたりとかしてると思うんだよね。うん、あの多分こう剪定ねパパパパってこう切っていく中でね、あここだけね、ここのこの芽だけ1個残してここ切ろうとか、うん、あのちょっとしんどいさね、うん、もうやるときってほんとほんと物見ることこんな感じでちょっ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 と、うん、こんな感じでやったりするからさ、うん、だからもう、あ、芽残ってたらまあ多分そこから出てくるだろうし、全部切っちゃっても多分その本当に根元のところからまたぐって伸びる可能性があるかもしれないから、こういうふうにあの先刈りしてあげるっていうのは、これなんかスモモならではの剪定の仕方かなって思うんだよね。これさくらんぼとかも結構こういう加速上端下芯って、うんうんうん、あのあると思うんだよね。この一つのこうクラスターっていうのがすごい出来上がってあるんだけど、ほんとさくらんぼこそ実がならない。さくらんぼってすごいあの実がつきにくい、だから受粉作業すごいたくさんするわけ、うん、だから実がつきやすくする剪定っていうのはなるべく切らない剪定をするんだけど、なんで切らない剪定するかって言ったら、落ち着かせるためなんだよね、うん、あんまり枝を伸ばさないようにするから実がつきやすい、うん、でこういう加速上端下芯ってさっきの説明あの思い出してもらうと1ミリとかほんのちょっとしかこう伸びないから、うん、だからね、あの落ち着いてるわけ、実がつきやすい、実がつきやすい枝なんだよね加速上端下芯って。だから実がつきにくい品種ほどこういう加速上端下芯っていうのはすごい貴重な存在になる。うーん、僕は向いた法人ではさくらんぼ栽培してたんだけど、もうこういうこういうのはもう絶対に折るなっていうか、大切にしようって言って、実がつきやすいからさ、だからこういうのはまあ大事にしようと、うん、ただ実の大きさに関してはまたちょっと別問題なんだけどね、もうパリッとしたそういうさくらんぼってなるとまた話別になってくるとは思うんだけど、枝だけじゃなくてこういうのにもなるの、うん、あ、これか、いや、それはこれは違うね、違うの、あの
もうあれこれこういう一つ一つの芽に芽がこう花が咲いて、うん、でそこに実がつくから、うん、だからもうこういうものを大事にしようというか、うん、ぐーって伸びてる枝よりはこういうふうにちょっとしか伸びない枝の方が実がつきやすい。極端な話、徒長枝みたいな太い枝には実がつきにくい、うん、けど細いね、細い枝の方が、実がつきやすい、うん、っていうのと一緒で、あ、っていう原理で、これもね、あまり伸びてない枝だからこういったものにはすごい実がつきやすいんだよね、加速状態化してるのが。だからね、実はつきやすいんだけど、うん、ただその大きさはまたちょっと話は別問題になってくるんだけどね、うん、そう、そんな感じでスモモに関してもこうちゃ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 っとね、先刈りしてあげていくと良かったりとかするからね。だからこれ全部本当ね、全部ちゃ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 ってこうやっていくと相当結構量検証になるんじゃないかっていうのがなんかだった。昔の僕はやってたの、うん、暇だから仕事ないからもうちょちょちょってやってたけど、うん、今はやんない。もうこれで完成です、ね、うん、これは完成、うん、この辺完成。でもこれいざやれって言われるとあれってなるんですよね。そうだね。でも先っちょだけ見ればいいんですよね、とりあえずこの子は。そうね、赤い部分、うん、赤い部分、うん、でも赤い部分ほぼほぼないからね、これね、うん、